ムバトルスタート。子供たちが体育館でプレイしているのは人気パズルゲームぷよぷよ。学校教育に e スポーツを取り入れる試みが始まっています。 e スポーツでしか味わえない展開、楽しさっていうのはありました。やっぱり実際やらないとわからない。大半の授業を英語だけで行う小中高一貫校群馬国際アカデミーでは、プロの e スポーツ選手を招いてぷよぷよプログラミングを活用した授業と e スポーツ大会が開かれました。ゲームができるだけで e スポーツの大会ができない。実際にやることによって、あ、こういう仕事があるんだとか、あ、こういうことができる、こういうところにも面白みがあるんだ。 e スポーツの大会って本当にいろんなところが複雑に絡まり合って、それがうまくバランス取れてて成り立ってる。授業で教科書を今日一日やるのと、ゲームのね、大会をやるのと、どっちが脳を活性化するかって言ったら、こっちの方が活性化するでしょ。それだけ生徒を引きつけるものならば、それ敵対視するんじゃなくてですね、私は逆にそれを取り入れたらいいんじゃないかなと思っています。子どもたちを夢中にさせるぷよぷよ。 e スポーツ大会の前に行われたプログラミングの授業でも、子どもたちは積極的に授業に取り組みました。ぷよぷよプログラミングは英数字の列であるソースコードを穴埋めしていくことで、ぷよぷよ制作を体験できる教材です。今回の授業では16進数で色を表現したり、著作権についても学びました。一番最初からプログラミングやりますって言っても、子どもたちは何のこっちゃって話なんですけど、ぷよぷよはイメージできるので、あ、こういうことにつながるんだ、ああいうことにつながるんだ、でも学びの質を高めていくっていうところには本当にちょうどいい質。子どもたちが自分自身で実際に作ったものがこうやって現場で動いていて、でそれが e スポーツの大会として子どもたちが直接体験できたっていうことが大きかったのかなって感じました。ゲームってあんまり触れたりしかあんまりしなかったけど、今回説明しながらやってみて、自分で作れるっていうのがすごい新しくて楽しかったです。プログラミングでやったことが割と頭に入って入ったまま臨んだんで、あ、俺ってなんかこんなすごいゲームを作ってたんだなっていう感覚が湧いて、なんかプログラミングってすごいんだなと思いました。ぷよぷよはちょうど分かりやすいし、コードもいじれるし、そこでデジタルアナログの話も出てきて、色も出てくるって、著作権も出てくるので、もうかなり充実した導入になるかな。こういうところから始めていくと本当に学習の質っていうのは高まるのかな。